いやでもいいですね。あでもハリウッドスのブログ、じゃあ虹の誘われも参戦します。もう野田ちゃんさんの KBT が知ってるんで書きます。ぜひ観光大館ね、はい、初見の人わけわかんないKBT 俺の相棒の KBT 観光大館略して KBT なんで、みんなみんな KBT ってあいつのことを呼べよ、よろしく。呼べよ、よろしく。つまりそういうこと。なんなんだ、粘りがち、粘りがち。ここはね、ここはそうだよ。パソコンの前で勝ったかどうか、絶対勝つ。粘りがちね、はい。あーすごい、俺ねよな、お前ほんとな、俺なよね。いやだって楽しいから。え楽しいし、でも仲間しかいないじゃないですか。もうスーパー師匠もいるし。違う、はい、俺が例えばお客さんにね、うん、ライブ出るじゃん、例えば。あはははで、なんだよお前バカ野郎つまんないとかって言う人いるでしょ。はい、俺だよね、そのこれよりいっすよ、もうビッもうす、上、もうよりかま、もうそんな俺も肌で感じ、結構感じるタイプなんで、そんな顔してたらよ、大音量で持っていきますよ。ちょうどいい具合でやってやってるのに、そんな顔したらね、あ、分かんないでしょつって、だったらもっと伝えてやんぜって言って、やんぜ、もうやんぜっつって、もうよりあの PA のブースからこれこういう、あ、これミキサーをね、ミキサーミキサーあげるんだ。ブースじゃねえだろ、お前の声の大きさだよ。内部ね、もうこうやって DJ 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 これ俺ね、師匠のこれやりたかったんですよ、動画で。俺ちょ、俺、俺ちゃう、俺ここでここにターンテーブルある。ターンテーブルここじゃない、これなんだよ、ここにある、ここに裏にある、ヒップホップスト、ヒップホップ、ヒップホップ DJ、 ダサ、ダサすぎる。だってレコード落ちない、レコード落ちないのって浮いてるんだよ。どんなターンテーブルなんですか、壁掛けしたよ。これみんなやってください、ちょっと。壁に掛けてるからな。いや今日最高ですね、師匠。グダグダ天国も撮らせていただき、いや本当にからのスーパー動画、これは今日、今日あげる、今日あげる、ありがとうございます。あざす。これ何回目になるんですか。これね、100、1000いくらだろ。うわすごくない、いくら、もうダメだね、もうもうダメ、もうネタがなくてしょうがないんだよね。やるよ、いやすごいっすよ。1709回で、今日このが1710回、1710回記念、拍手、記念じゃない、ちょうどじゃないから、何でもいけんじゃないか。1710回、でも俺たちいるし祝いたいっす、祝いたいっすね、祝いが、祝いが、祝いが、怒られるよ。やめよお前、怒られる。リスペクト、ちゃんとリスペクトしてるんで。リスじゃないの。リスじゃないですよ。大笑いしましたもん。リスじゃなくて。じゃあもう本当、俺もやりたいっていう、やりたいなっていう願望。いやいや、いや。プッシュ。もういいよ。もういいや。もういいや。ね、基本的にしつけ、はい、やっぱでもそれはでも師匠のせいで、まあ俺もしつけ。やっぱ見てっからやっぱやっちゃうんですよね、俺が悪いのか。師匠のしつこさと、まあ、こいつあのお客さんにも行くんで、悪意があるんだな。悪意はないですよ。いやこの前のワーキャーライブ B チューブでやったんですけど、何ですか、前列めっちゃキレてるお客さんいて、おいマジですか、そいつらに狙ってこいつら2人でそのお客さんの前、違うねー、そんな、そただあいつは、だあいつ言うたらあいつじゃないです、監獄耐えたんだよ。相棒は別に漁師に行ったら、うん、たまたまそのお客さんキレてたっていうか、キレてたらおかしいけど、あのなんかはみたいな、うん、は何やってんすかみたいな顔だったんだけど、でも
あいつって、相棒って、そういうやつ見ても、ああ、すいませんでしたってならない。ならないね。より押す。行くな。もう、出してやろうっていう感じで行くから、はいはい、なんか、まあ俺もサポートしてあげたくなるんですよ、それ言うてると。だったら、俺もっていう風になるんで、でも結局でも、笑顔になってなかった？なってないよ。やばいな。やばが。結局なってなかった。いや、でも。攻撃やんな。攻撃してた。今でしょスタイルってね、あの時ね。今であの時確か今でしょスタイル、ね、今でしょスタイル、はいはい。やっぱ今年しか多分あれ使えないと思うんですよ。まあね。今でしょっていう、うん、皆さん知ってますよね。あい、あの、どっか。どんなの今でしょスタイル。うん、今でしょいいよ。いいよ。はい、近づきゃいいってもんじゃないから。これいいですね、これ。ああ、このなんかもう、一人を囲うっていう、この、これ、うん。今でしょっていう。その、ターゲットにされたやつはもう、笑うか、絶望するしかないですよ。うん、今でしょってか、こう、やられたやつは。それがあいつすごいなと思って、塾の人は。あ、塾の人ね。ああ、塾の人。林先生ですよ。ああ、林先生。言ってやれよ、名前が俺ら。塾の人。パクったのにも塾の人もねえわな。申し訳ないんですけど、俺2年ぐらいテレビ見てないですね。あ、お前あれな、地デジ被害者地デジの被害者で、で今どうしてんの。見てない、一切ねえんだ。ないっす。今でしょとかも、なのに今でしょとかもほんと他から聞いて、あ、そんな人いるんだっていうので、ああ名前知らねえんだ。じゃあ、え、ほんと知らないです。だから塾の人、塾そういうわけね。いや、ほんとそうなんですよ。地デジの被害者ね。地デジマジで、だってあれって2年前でしょ、マジで。うん、うん、だからそっからマジまともに見たことなくて。じゃあ2年前でしょって言えよ。でも今でしょの2年前でしょ。ヤマピース2年前でしょ。自分で落ち着けた。編集点を。編集点。バッサリ言ってもいいってことだ。そう。いいって覚悟を見せたっていう。やばいでした。ラチが上がらないんで今日はこのぐらいにする。ラチが。もっとね、もっとは本当ね、なんかすクロストーク。うん。やっぱ知った方がやっぱ番組っぽいじゃないですか。うんうん。なのになんか。師匠すまんし謝らんねん。やっぱでも楽しいよね。いや、この雰囲気みんなにはもっと伝えたいですね。今後もあのね、マメにお邪魔して俺は伝えていくね。マジどんだけディスられようと俺はもう折れないんで。ディスり OK なの。 OK です、全然。野沢ダイブディスり OK です、全然。イエーイって答えるんで俺は。全然来てください。アルトザコ師匠俺は好きなんで。今日一の声で。そんな大声の声聞こえるからさ。イエーイ、イエーイって。この時間で今日一ってすごいな。俺はね、本当にね、ここのみんなが大好きなんで、ファミリーなんで、はい、みんなで盛り上げていきましょう。盛り上げていきましょう。あ、あれやっていいですか。あれ、もうあの大声やめてよ。告知スタイル。口スタイル。告知。あ、いいやね。うん、告知ね。下ごしらえ。さっきの師匠のね、グダグダ天国でも宣伝させてもらったんですけど、このバーグ、ゴールドハンバーグと一本釣りサンスケのコンビがアンドレと我々虹の誘われが、ユニットライブ。宇和島のジャコテン、ビッグウェーブっていうライブをやります。今月の11月22日、中野芸能小劇場でやります。予約は、アンドレの、なんか、あるかわからないホームページ。もしくは、虹の黄昏の僕の野沢ダイブ禁止のブログにコメントくれれば、予約できます。1000円安いよね。予約してくれれば、特典付き。特典付くんで、なんか、楽しみにしてください。よろしくお願いします。お願いします。22日、11月22日です。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。